ファンに人気の高い菅生のレーシングギャルが1分前を告げ、いよいよ300キロ80周のバトルが始まる。それでは和田選手の車載カメラの絵に乗せてこのレースの見どころを紹介しよう。予選のトップから6位までを占めるのはフォードシェラとスカイラインのみ。この2強がレースをリードすることは間違いない。そしてその後方につけるのはスープラと2クラスの強豪 BMW。 さらにその後ろには岡田を中心とする3クラスのシビックが続いている。このグループ A シリーズ、ここまでの4戦は日産スカイライン2勝の後を受けてフォードシェラが2勝。ライバルは互いに一歩も譲っていない。13時28分、33台のマシンが一斉にスタート。好スタートを切ったのは予選3番手のダンロップシェラ。前を行く B ボックスカイラインをクリア。各車300キロ先のチェッカーを目指した。まずレースをリードしたのはカーナンバー1、長坂組のトランキオシェラ。2位にカーナンバー3、エルグ組のダンロップシェラ。3位にカーナンバー50、ハセミ組のリーボックスカイライン。4位にカーナンバー23、オルソン組のリコースカイライン。そして5位にカーナンバー12、和田組のカルソニックスカイラインと続く。この中でトップのトランキオシェラのみが予選で1分29秒台の好タイムを叩き出し、その好調さを見せつけていた。回走するカーナンバー1フォードシェラ、それをスカイライン軍団が追う。ここで大きくコースアウトしたのはカーナンバー16無限シビック。しかしなんとか立て直して戦線に復帰。それでは車載カメラから迫力のレース展開を見てもらおう。そして今回は特に和田選手のギアチェンジに注目。ここ菅生のコースは全長 3.7 キロの国際格式コースへと改修されたが、そのテクニカルなコーナーの連続には定評がある。ここはじっくりと和田選手のハイテクニックに注目したい。